ドライカモミールを水蒸気蒸留して精油を採取しようのコーナー。家の鍋では難しかったので鍋を新調しました。サイズは理想通りです。早速これを使って水蒸気蒸留をやってみます。お約束の箱入りコマピ。蒸し器もぴったりです。蒸し器の真ん中に棒があるので、小さいコップを台に受け皿を乗せます。そして冷却用の蓋を乗っけて、カモミールをセットしていきます。氷水を入れて蒸留していきます。さて、蒸留できるのでしょうか。冷却容器が割れました。気を取り直して付属の蓋で再挑戦。しかし、サイドに流れるので別の方法を。ラップに冷却剤を乗っけて、真ん中に蒸気が落ちてくるようにしました。残念ながら精油採取までには至りませんでした。ガラス破片の混入の可能性もあり、フローラル水として使用するのもちょっと危険。事前の準備は大事ですね。残念ながら精油の採取はできませんでしたが、蒸留の方法は心得たので、残っているカモミールや他の植物でもやってみようと思います。冷却で使用した容器は耐熱のガラスだったのですが、長年使用していたものだったので劣化があったのかもしれません。しかし実験できてよかった。ご視聴くださりありがとうございます。失敗例として参考になれば幸いです。それではまた次の動画で。